あ、ボス、うわ、バンギラ鈴木。また鈴木って言っちゃった。じゃあ変えよう。バンギラスメラキ。ここから先は通すわけにはいかない。バンギラスが相手だ。格闘がいない。うわ、危ないだろう、これ今、普通に。君はなんか普通にカットイン入ってもおかしくないような状態だよね。ああ、岩か。岩だとキングラーは効くね。おお、強い。ああ、赤い光線だ。あ、待って、待って、待って、ピカチュウ、ピカチュウ。これさ、充電しちゃったらピカチュウいなくなっちゃうんじゃない？あ、そもそも、避難した。僕は悲しい。ラムパルド。うん、強いね。これなんだろう、ピューピューってやつかな。アクハ。キングラーは大切にしていきたいよね。赤い光線の後反動が、なんでお前無反動式なんだよ。倒したのか？渡るの海流かよ。あ、渡るの海流、そういうのもらったな。初代はあれですからね。敵を倒す、破壊光線で倒せば反動なしでいきますからね。ああ、ピカチュウが。壊す 4!4! あ、ヘロヘロ状態にするってやつなのか。ヘロヘロってなんだ？ここで負けておけばよかったと、後で必ず後悔することになるぜ。ちょっとポケモン足んなくなっちゃったんだよね。あ、いる。便利。ちょっとポケアシストがね、不安になってきちゃったんで、なんか、サナギラスだとやりにくいからな、手前にいいのいたかな。ネマクロを連れてくるのもちょっと、ね、めんどくさいですよね。あ、レベル上がった。ちょうどいいですね。でもまあ、馬車だったらいけっかな。ラムパルドとキングラーで。サナギラスはもう正直割と捨てでいいかな。本当はノロノロとかと組み合わせた方がいいのかな。まあ、ここら辺でもうボスでしょう。びっくりマーク。お、レッ、お、石碑が、でも今回なんかちょっと違くね。リーダー?行き止まりみたいですけど、ここでいいんですか？でも一応矢印はあるね。道間違ってません？黙ってろ。なんで俺たちがモンスター集めないだという面倒なことをしてきたと思っているんだ。この石碑は昔勇者と呼ばれる奴がファイヤーの眠りを守るために置いたもの。ほう。ここを通るためにはその勇者が残した紋章が必要。これからやることは黙って見ていろ。いにしえの紋章よ。我らに道を開きたまえ。開けごま。限定マークだ。ああ、なるほどね。対応した犬が、鍵なんですね。すごい。この先に例のあの、とんでもないあいつが、睨みつけるわ。さあぐら、黙ってついてこい。ちょっとあれですね、レッドアイ、おこですね。割とでもそんな感じだったっけ？閉まるんだ。まあ、エンテの紋章をかけってことだよね。レッドアイたち、紋章を使ってこの石碑を。ミツタロウ覚えてる？レッドアイたちが朝日の遺跡から持ち去った紋章のこと。あの時確かミツタロウのスタイラーにもサインが登録されたって言ってたよね。ねえ、ミツタロウ試してみる価値はあるんじゃない？あ、すごいな。あ、何も起きなかった。せめてエンテイの鳴き声ぐらいは起こってほしかったな。もう壊れた音してるんだけどな。すごい、ミスタローを越えて向こうに行ける。多分この向こうで作戦が進められてるのよ。準備、オッケーです。ファイヤーと戦うのかな。じゃあ行きましょう。それとも連戦かな？馬車やってファイヤーかな？あ、もうファイヤーとやってる。ファイヤーがなんかすげえ鳥っぽい。まあ、鳥なんだけどさ。そんなフォルムだったっけ？レッドアイ何やってるの？リーダー、ポケモン忍者です。あ、声でわかるさ。作戦がどこから漏れたのかわからんが、ようこそファルテラカさんに。また会えるとは思わなかったよ。朝日の遺跡から抜け出したのはさすがだな。ところでお前らに悪い知らせだ。ファイヤーは間もなく目覚める。つまりここに来るのが遅すぎたってわけだ。なんですって？お前たち帰り道はわかるのかわかんないですね。ファルテラ火山の観光はもう十分だろう。足元に気をつけて山を降りるようにな。そうさせていただきます。あんたたちからファイヤーを守るためにここに来たのよ。観光客はそんな大それたことをしなくていい。お前たち、こちらの観光客のガイドをしてやれ。
あら、手下か。ではご案内いたします。地獄へのオプショナルツアーへようこそ。いや、ウェルカム。うわー、ストライクだ。急に関係ないで出てくると困るな。で、虫だから、言われ聞くでしょ。あ、でも大丈夫だ。やる気でがいる。あー、ぴょんぴょんしないでー。出が早いけどさ、でも範囲がそこまでじゃないね。いや、それほんと、これほんと使えるな。そこにさ、まさか、怒ってるやつの方が先にキャプチャー終わるとは思わなかったな。あ、すげえ、かまいたちで飛んできた。真空波かな？キル、2、あ、前さ、3だか4ぐらいなかった。4ぐらいあったよね。バイバン。あのストライクたちがキャプチャーされるなんて。リーダー申し訳ありません。負けたんだからおとなしく山を降りなさい。あー、目覚めちゃったかな。バトルの勝ち負けなんて今はどうでもいいんだよ。ファイヤーを見てみろ。部下たちの時間稼ぎが役に立ったってわけだ。周りの炎が大きくなったのかな。大きくなってってますよね。わー、かっこいい。ポアルンパに入れてましたね、昔。ついにファイヤーが目覚めた。思いのほか苦労したが、作戦が一つ完了した。キャー、あ、目覚めさせるだけなんだ。お前たち次の任務に取り掛かるぞ。そして馬車と戦わなかったな。あまりしつこいと嫌われるぞ。リザードンでした、先に。こいつらね、こいつらに諦めるということを教えてやれ。え、壊れたんじゃない？じゃあな、レンジャー。まあ、待ってください、リーダー。しかもリザードン戦わない？次の任務ってどういうことなのよ。見せろ。急いであいつら追いかけなきゃ。だけどどうやって？ピー。ほら、やっぱり。行こうく、怪我の方はもう大丈夫なの？ピー。私の向こうくで絶対追って。任せろ。キャプチャーしなきゃダメなのかな。あ、大丈夫そう。なんだろう、アクションか？また違うやつか？レッドアイたちはまだそんなに遠くには行ってないはず。私は一度ユニオン号に戻るから向こうく見せろ、よろしくね。お、一人で下山なさるんですね。一番初めの時のあれかな？あ、そうっぽいね。びっくりマーク書かれてる。お、パート1以来ですね。ここは俺たちが相手だ。ダダイフライコンテスト第2位のダダブラザーズとは俺たちのことだ。アクロバット飛行ならリーダー以上の腕前さ。特別にお前に見せてやろうか。ダダフライにエネルギー反応を確認。画面をタッチして向こう方向を操り敵の攻撃を避けてください。スタート。こんにちは。待って、わかんない。そういうことやめて。ああ、くらったくらった。わかんないんだって、それ、当たり範囲が。わかんない。まあでも、全然くらないからな。何を言うんですか、兄貴。ポケモンどもにより攻撃が残ってますって。方法たち。ああ、キャプチャー。そうなの、キャプ。あ、でも確か一番初めにポッポキャプ。うわ、ほほほ。あ、よかった。ああ、夜のズクが出てきたでーす。ああ、調子に乗ったでござんす。進化するとは思わなかったよ。何体出てきた？わかんなかった。こうなったらあいつらに任せるしかないな。なんだか悔しいけど、そうしますか。第1位が出てくるぜ。俺たちのライバルを呼んでくるぜ。悔しいけど仕方ないか。ダダイフライコンテストチャンピオンにバトンタッチだ。補助効果を引き継ぎますね。急に出てくるかな。急に出てきそうですね。ああ、出てきた。そのダライフライのテクニックとかそういうのを競う大会があるんですよね。あんた絶対、要するにダダコンのチャンよ。3人。あんたは省略しすぎ。レンジャー聞いて驚くなよ。ダダフライコンテストのチャンピオン、ダダシスターズとは私たちのことさ。その私たちがこれからあなたたちレンジャーに、正確に言えばポケモンレンジャー、あんたジュレッタイ、要するにブラボンのノーパラのスカイは、プラボンでの、んなんか言う、ダメだ、わかんねえな。プラボン、ノーパラ。ダメだ、俺の頭じゃスカだ。ねえ、じゃあ聞いてビビるなよ。プラズマ砲をボンボン撃って、あんたらにパラシュートなしのスカイダイビングを味わわせてあげるのさ。無理だよ、これを解読できねえよ。なんで潜るんだよ、やめてくれよ。下から出てくんのかよ。
あ、なるほどね。せっかちなのが早くて、ゆっくりなやつは、ゆっくりなやつっていくんだね。で、あの子は、あの、真ん中の子は、真ん中の子っていうか一番、あれは、なんか割と、オーソドックスな感じ。なんていうか、その、あんたじれったい。ポッポッ、あ、ポケモン、ポッポッポー、パッパピッピプッペッペポッポですね。じゃあ、ピジョン出てくるんじゃない？ピジョットまで行くかな？もう、砲撃を出す前に。これいいな。これ、快感やで。あ、ピジョンになった。あ、ピジョン待って、強い、ピジョン強い。ピジョン強い。でも、何もしてこない。ピジョンといえば、シゲルだな。あら、ピジョットまで行かなかったか。54チェインだってすげえ。お、2ポイントだ。キル2。3人いるから、勝ったか負けたかで言うと、負けたのかしら。負け。悔しいけど負けたのさ。負けは省略しても通じるからいいね。どうして負けたのかっていうと、あばよ。負けた理由を、ちゃんと分析した方が。じれったいのと、サバサバしすぎなのとの大バサミで、正直疲れた。そうだね。君が一番疲れるでしょ。一人に、なんていうかしないで。どの子が好みですか？どの子がいいかな。レンジャーっていうのはしつこさが取り柄なのか。そんなに敗北を味わいたいならいいのだろう。いいのだろう、ん、いいだろうだよね。少しだけ遊んでるぜ。あ、俺の連続攻撃をかわせるかな。うほ。でもね、食らってもね、正直2しか食らないからね、あんまり気にしなくていいかなって思ってるんですよね。で、多分こうやってね、ぐるぐるしてればね、効かないんじゃないかなって今思い始めたけど、効いたね。ふ、華麗な。ぐるぐるしよう、ぐるぐるしていこう。ほ、なんか困りぐるぐるで効かないんじゃないかなと思った瞬間に引いたね。いやー、被弾した。あー、被弾してる。あー、あれー。なかなかやるじゃないか。俺も本気モードに切り替えることしよう。このポケモンが相手だ。リザードンですね。いや、とりあえず言えることはね、だいぶ被弾したよ。蚊が飛んできた。リザードンもーん。あ、そっか、空の上だから、火炎放射。アシスト使えない。まあ、その分 HP ちょっと低めだよね。スカイバトル的な感じかな。弾ける炎でしょうか。うわぁ、火炎、これは火炎放射なのかな。かっこいいな、リザードンな。動きが早いよ。でもリザードン XY ってなったからさ、カメックスも カメックス不思議丸たちもなっていいような気がするんだけどな。でも次あれだもんね、サン&ムーンでしたっけ。だから Z の線が今のところ、でもまだわかんないか。 Z が出るか MLZ が出るか。まあどっちにしろね、でもサン&ムーンで新しいメガ進化は増えるだろうということで、まだちょっと他の情報は仕入れてないんですけど、今から楽しみですよね。とりあえず鬼ドリルにさ、メガ進化くださいよ。そうしたら動画作るから、きっと。まあ、多分ドリル系がアップするんだろうなっていう話を多分確かポケモンレンジャーのバトナージの時にもした気がするな。じゃあやめましょう。よし、意外とリザードン大したことなかったですね。経験値超くれた。壊す4。素早く飛び回りながら炎を吐き出して攻撃する。素早く飛び回るんだ。レンジャーよく聞け。今回はお前の勝利を認めよう。だが次はそうはいかないからな。リーダー報告です。フリーザーの居場所がついに分かったそうです。肝心なフリーザーの居場所ですが、報告によると、それ以上喋るな。あー、びっくりした。教えてくれるのかと思ったけど、さすがにそこまでじゃなかった。しまった。リーダー申し訳ありません。まあ、次の狙いはフリーザーだってことですね。その向こうは少々お使いのご様子だぜ。悪いことは言わない。お前も一緒にどっかで昼寝でもしてな。俺たちは行くぜ。じゃあな。うん、そろそろ私もお眠ですわ。疲れた。本当に。見せろ。そっちの餌どう？レッドアイに追いつけた？逃げられました。そっか。詳しく聞きたいから、一度ユニオン号に戻ってきて。いやね。仕事でね。仕事でさ、こういう、俺みたいにさ、ちっちゃなところにいるとさ、仕事のね、能力よりも、本当にコミュニケーション能力の方が大事だなっていうことがね、痛いほど分かりましてね。まあ、それ何があるかっていうとね、誰も俺の仕事手伝ってくんないんですよ。一人で今日も最後まで残って仕事してました。いつもさ、逆の場合だと、
俺がね余裕ある時とかは結構手伝ってあげるんですけど、そういう人たちも結構自分の仕事終わったらさって帰ってっちゃうんですよね。だから本当にね、あれだよ、これから社会に出る方とか、もう出てる方とか、もうあれだよね、ゴールデンウィーク明けだと思うんだけど、これゴールデンウィーク明けじゃないか、もう6月入るか5月ぐらいか、5月病入ってるぐらいかな。本当にね、周りの人と仲良くした方がいい。俺みたいに端っこで一人でポツンとね仕事してるとね、仕事だけ押し付けられてね、あれだよ、いいように疲れて終わるだけだから、あいつらがコトコトでやってることを少なからず突き止めることができたでしょうか。だけど本当にちょっとだけですし、目的がまだ分かってませんし、何切ない感じになってるんだよ。ちょっとずつの積み重ねが大事なんだ。そうなんだよ、ちょ少しずつ声をかけていこうぜ。ミッションクリアじゃ。でもその喋ることすらできないのが我々コミュ障っていうあれですよね。てかそもそも無理なんだよ、俺の場所的にさ、喋ってる暇本当にないんだって。なんだかんだ言ってもまずポーズ決めちゃうところが可愛いよね。職業病ですね。ではユニオン号斜め村に向けて出発。いや、相変わらずダンジョンっていうか、そこの後だとポケモン減るね。ナッパーズにいたずらでもされたら大変だから。私たちはタルガさん、データタルガさんのうちにとりあえず報告。報告行くところまで行きたいか。でも最近あれだな、斜め村で終わってるからどうしようかな。報告行くところでスタートしてるんだけど、まあ、時間がちょうどいいんだ。本当に。素晴らしい。ちょうど3分割するとちょうどいいぐらいだよね。レベル上がったかいらないか。でも、あともう1、2分伸ばせるといいのかなーっていう、ちょっとあれですね。秘話。収録秘話というか。まあ、いっか。よし、じゃあご視聴いただきましてありがとうございました。次は1週間後になるのかな、それとも。でも、頑張れば明日撮れるかな。では、またこの後も引き続きポケモンレンジャー光の奇跡実況プレイ、水太郎、ウィズ水太郎、よろしくお願いいたします。変な感じになりましたね。深夜のテンションって怖いです。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。